はい、ですからリズムに乗ればやはりこれだけの力が出せる、持ってるんだなっていうことが逆にね、分かりましたね。そうですね、残り時間がもう手元の時計ではあと十数秒です。切り返した、アルゼンチンのチャンス、ボールを動かせます。18番のルスト、シュート、キーパー、キーパー、最後に決めたのが4番のモレノであります。キーパーの松永が転んだところ、残り時間がもう手元の時計で45分を切っています。はい、私がねこの右サイドでボールを持った時にですね、ここが一番危ない時間だからと言おうと思ったときに、そうなんですよね、国際ゲームの厳しさ、つまりこのチームに一つの試合が与えられましたね。はい、ついに後半、手元の時計ではもう残り時間がありません。45分にこう、ね、両手が出てるんだからキーパー取れるゴールで目をつかれてますね。この辺なんですね、国際ゲームの厳しさ。奥寺さん、はい、ここまでずっと松永はね、今日いいプレー。